どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在、この動画を撮影しているのが3月31日日曜日の試合終了後なんですけれども、タイガースは本日、ジャイアンツと戦いましたが、結果 が5対0完封勝利ということでついに点が入ったそしてついに今シーズン初めての白星という形になりましたまあ、なかなか点が入らなかったタイガース打戦全てを切り開いてくれたのは森下選手でした今日のゲームについてお話をしていきますよかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいですでは早速お話をしていきますがまずは序盤3イニングのタイガース打線相手先発は高橋玲投手 一度オープン戦で対決はあるものの、その時は4回2安打無失点、抑えられている相手。で、アンダースローということで、まあ、なかなか対決の機会がないタイプのピッチャーですからね。開幕戦、開幕2戦目と、点が入っていないタイガース打線、どのように相対していくかというところ、初回無得点に終わった時点で、開幕から19イニング連続無得点。この時点でセリーグ記録更新という流れになったと。まあ、1988年のタイガースと、2023年のカープが、それぞれ開幕から18イニング連続 得点まあ、これが1つ記録になっていましたがこの時点で更新、まあ、2024年いきなり、ねまあ、不名誉な記録から船出という形になったんですが、まあ、今日のゲーム初ヒットを打ったのが2回の梅野選手。 の梅野選手は今日のゲーム231日ぶりのスタメンマスクでいきなり1打席目にヒット、まあ、昨日の時点でチームが連敗してるけど自分たちがやることは変わらないと再起投手とのバッテリーについても話をしていましたがまずはその梅野選手が今日初ヒットですがその2回3回と無得点で一方タイガースの先発は再起投手 普通にすんなりゲームに入れると思うんで、しっかりゲームで投げられればいい。まっすぐで押すのが一番いいと思いますし、それができてるのはすごく調子がいい証拠だと思うんで、東京ドームですけど、ホームランとかビビらず、どんどん攻めていければいいと。まあ、昨日先発した大竹投手も、決して状態は悪くなかったと思うんですが、2本のホームランに泣きましたからね。まあ、やっぱり東京ドームでのゲーム、一発には警戒しなければいけないところですが、ガンガン押していきたい。そういうコメントを出していた中で、序盤の佐伯投手、ピンチは招きましたけれども、ゼロで切り抜けていきました。 ま、特に3回ですね。2つのフォアボールが絡んで、2アウト満塁まで行ったんですが、最後4番岡本選手を空振り三振に仕留めた。ここはキャッチャー梅野選手との一卒、しっかり測れていたんじゃないかなと。まあ、梅野選手のフォークのストップ、まあ、壁性能さすがでしたね。まあ、岡本選手の打席、まあ、何球かフォークがワンバウンドになったんですが、それを全て止めていった。もう止めるというより、梅野選手の場合はそれを取れますからね。まあ、これによって再起投手もひるむことなく、しっかりフォークを最後まで低めに投げ切ることができた。まあ、これも大きな要素だ だったかなと。で、試合は進んで中盤戦。まずはなんとか先制点取りたいところなんですが、中盤のタイガース打線、塁に出れたのは、5回の木浪選手のフォアボールだけ。高橋投手に6回まで無得点に抑えられた。まあ、だからこそ先発の再起投手、なんとか粘っていきたい。3回満塁のピンチをしのいで、4回も満塁のピンチがありましたが、ここも無失点。まあ、2イニン,ング連続で満塁まで行きましたが、この辺りの粘りもさすがですね。まあ、ちなみに再起投手は満塁で粘り強くて、去年も3度ね、満塁のピンチがあったんですが、そこで 1> 1本もヒットは許していません。このように今日は多くランナー背負う展開になりましたが、6回まで投げて球数は107球。 バッター27人に対して、許したヒットは4本、奪った三振3つで、与えたフォアボールは5つありました。ですが、無失点。今日は終始コントロールに苦しんでいた印象ありますが、それでもゼロを並べ続けてくれた。まあ、これが大きかったですね。まあ、開幕戦、開幕2戦目と、まあ、それぞれ青柳投手、大竹投手ね、しっかり粘ってくれていたんですが、まあ、中盤に点を取られてしまいましたからね。ですが、今日、斎木投手はピンチ招きながらもなんとか切り抜けてくれた。これも一つ大きな要素でした。で、試合は終盤へ、その斎木投手が投げた後、2番手 でマウンドに上がったキリシキ投手ここピシャッと1番からの攻撃を抑えてくれたここも大きかったかなと2つの三振奪って無失点まあ、ちなみにキリシキ投手は連投になりますからね昨日はビハインドでの当番になりましたが今日は0対0の場面でまあ、やっぱりキリシキ投手の評価と言いますかまあ、岡田監督の信頼厚いことがわかりますしまあ、オープン戦の状態見てるとねまあ、去年ほどまだ仕上がってないかなという印象はあったんですがやはりシーズンに入ると変わってくるものがあるのかキリシキ投手らしいピッチングで0に抑えて、ついに流れがやっ やってきました8回ですワンアウトトから代打小野寺選手がヒットこの右打ちもさすがでした2回に梅野選手がヒットを打っていこうチームとして2本目のヒットでこの1本が起点となって続く近本選手もヒットを打ってツーアウトランナー一塁三塁でやってくれました森下翔太初球振り抜いた打球レフトスタンドに着弾先制のそして決勝のスリーランになりました いや、もうこの瞬間声上げましたね。まあ、なんとか抜けてくれと。で、なんならスタンドに入ってくれ。もう強くね。打球上がった瞬間願いましたけれども、そのままスタンドに突き刺さりました。開幕から25イニング連続無得点。 21世紀最長記録作ってしまったんですが、不名誉な記録もついにストップ。長いトンネルを抜け出しました。まあ、森下選手といえばまず開幕戦、梶谷選手にタイムリー性のいい当たりを候補されてしまった。やっぱりあれ悔しかったと思うんですよ。で、そこからなかなかタイガースね、まあ、流れを手にすることができず、まあ、常にジャイアンツ有利のゲーム展開になっていた。 そして森下選手の場合はそれだけじゃなくて、ホームラン性の当たりが複数回ファールになっていました。本当にあともう少しフェアゾーン側に寄っていればという打球が何本かあって、で、その中でまだヒットが出ていなかった。まあ、調子は決して悪くないだけに、まあ、誰よりももやもやはしてたと思うんですね。で、その中で全てを振り払う先制スリーラン。ま、さすがの勝負強さを見せてくれました。で、そのリードした後、8回はゲラ投手。ランナー背負いましたけれども無失点。まあ、ゲラ投手からすればね、まあ、公式戦初登板で、しかも公式戦に入って初めて点が入った後のマウン まあ絶対勝たなければいけない。もうしっかり流れをね、手放してはいけない。まあいろんな要素があって、間違いなく緊張していたと思います。でヒット2本打たれて、ピンチは招きましたけれども、無失点。ここゼロで行ってくれたというのも、まあ、今後のゲラ投手を見ていく中で大きいかなと。で9回ですよね。途中からゲームに出ていたノイジー選手が2試合連続の2ベースでチャンスメイク。でワンナウトランナー3塁。ダイソーは上田選手で、糸原選手がしっかり内野ロ4点目を取って、今日ダイソーからゲームに出ていた小畑選手。ライトへのホームラン。まあ、最初は2ベースで。 でしたが岡田監督のリクエストが成功覆って大畑選手今シーズン初ヒットが第1号森下選手と同じくですねいや本当に点が入るとチームのムードガラッと変わりました、まあ、やっぱりホームランが持つ力は大きいですで最後岩崎投手が締めてゲームセットタイガースは今シーズン初勝利ですはいということで今回の動画では本日3月31日に行われたジャイアンツとの3回戦についてお話をされていただきました 結果は5対0。完封勝利ということで、2024年初白星です。いやー大きい。まずとにかく点が入ったというのが大きいですね。まあ、7回まで今日も点は入らず、まあ、終始苦しいムードだったんですが、森下選手がスリーラン。で、その後糸原選手もしっかり仕事をしてくれて、小畑選手もホームラン。やっぱりホームランが持つ力というのは大きい。で、先発佐伯投手が苦しみながらも、なんとか要所を抑えて無失点で行ってくれた。これも打線の奮起につながりましたね。まあ、その後、霧式投手、ゲラ投手、 岩崎投手、懸命にバトンをつないで無失点。今シーズン初勝利を完封で飾ったというのも、まあ、一つタイガースらしいかなと。まあ、球団36年ぶり、開幕2試合連続完封負け。まあ、屈辱のスタートにはなったんですけれども、まず一つチームとして勝つことができた。で、その流れでホームゲームに戻れる。これも大きいです。で、この開幕3連戦の起用法を見てると、できればどの選手もまずはゲームに出したい。まあ、そういうね、まあ、首脳陣の考えもあったかなと思うんですが、まず中継ぎピッチャーで言うと、岡留投手以外はみんなマウンドに上がったという形に、 になりますねまあ、今日はリードを持ったのが8回でしたから現状岡田目投手は7回の男として計算されてますかね、まあ、ですのでこの開幕3連戦出番はありませんでしたけれども次のゲームチームがリードした状況で岡田目投手がマウンドに上がれる展開というのが見たいで野手に関してはこの開幕3連戦まだゲームに出ていないのが長坂選手熊谷選手島田選手この3人ですかねでまたこのことに関しては別途動画ができればなと思っていますが火曜日から順に登録されていく村上投手伊藤雅史投手西雄貴投手この3人 で、この3人との入れ替えというのも今後考えていかなければいけないポイントですから、その際首脳陣がどういう決断下していくのか、この点も注目していきたいなと思います。皆さんは今日のゲーム、どのように感じましたでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この半身情報を聞くチャンネル登録者54,300人突破、いつもありがとうございます。 皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者5万5000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた、次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。まずは我々タイガースパンとしても、一歩スタートを切ることができました。火曜日からはホームゲーム、一体どういう展開待ってるか、注目していきましょう。ではまた、